千鳥大悟の人間性検証ドッキリ。大悟さんといえばケチで不愛想でおっかない女好きの腰お化けとして有名ですが、ケチで不愛想もうね、どこが人間の悪の煮こごりですから。カメラが回っていない時の大悟さんは本当はどんな人なのか、大悟さんの人間性をチェックする企画を行いたいと思います。あ、いいんじゃないこれは。逆になんかバラしちゃっていいのかな、その感じの感じの良さを。これ素が出るってことですね。今回は分かりました。それではのぶさんお願いします、はい、それでは運命の選択タイムラストチェン。セゴがやっぱセゴに負けるって寄ってくるの。今回大悟さんがこちらのスタジオに入ってきた時にちょっとしたドッキリを仕掛けました。あ、そうですか。それはですね、スタジオの玄関にいる警備員さんに終始ディエゴさんと呼ばれ続けるというドッキリです。あ、なるほどなるほど。果たして大悟さんはどんなリアクションをするでしょうか。1番キレる、2番突っ込む、3番笑う、4番その他。なるほどね。引きずり回すが入ってないんですか。いやいや全然そんな、そういうことはしません。僕はそういうことは人に。これはどうでしょうか、はい、じゃあ野呂さんに。野呂かよちゃん、はい、野呂かよちゃん、野呂かよちゃんでいいの。はい、野呂かよちゃん。フルネームに言わないでください。AKB48 の野呂かよちゃん。それはもういいです、AKB は、はい。1,2,3,4 でございますか、野呂ちゃん。どれ。そうですね、ゾロドンヨでいいの。切れるっていうのはもうあんまないと思うんですよね、うん。ディエゴってずっと言われる、ずっと言われるってことです、うん、まあディエゴか、ディエゴ、ディエゴ、ディエゴさんとか、まあ、笑っちゃうんじゃないかなって思ったんですけど。あー、なるほど。その他っていうのは何ですか、逆に。そのまあな、確かに広いですね、その他っていうのは、うん。突っ込むっていうのは、2番の突っ込むっていうのは、まあまあ、いや、大悟ですよって。まあまあ確かにそれは 1回ぐらいはありそうなんです、うん、全部まあありそうっちゃありそうなんですけど、ずっと言われた時にね。うん、ずっと言われたらまあ切れるか。悩めば悩むほどゾゾドンが映る。野呂ちゃん、そうだった。悩めば悩むほど。悩めば悩む。じゃあ1番にします、1番にします。あなたはモニターを見ていた方がいいよ。1番にします。あれは1番、はい、あ、切れる。さすがに、さすがに切れるんじゃないかなって。入るね、やっぱ緑が。もうやだ、やめて。なるほどね、さすがにこれがあると。はい、それでは CM の後、大悟さんドッキリの正解 VTR です。もっとあると思うよ。さあ本日のゲストは AKB48 の野呂佳代さんに来ていただきます。言わなくていいです。もういいです、言わなくて大丈夫です。すごいですね。はい、もうバラエティ欲しいままにしてます、ね。あれあそこまで出てきたらもうそうですよ。素晴らしいです。さあ、本題は大悟の人間性ドッキリでございます。はい、では正解 VTR を見てみましょう。どうぞ。チャンス収録のためスタジオへやってきた大悟さん。さっきやね。あ、おはようございます。すみません、あの関係者の方ですか。うん、ちょっとよろしいですか。うん、あらもう消えそう。今調べますんで、お名前の近いな。お聞きしてよろしいでしょうか。いや、千鳥の大悟です。千鳥のディエゴさん。大悟。ディエゴ。大悟。ディエゴですね。今ちょっと確認しますんで、ちょっとよろしいでしょうか。ディエゴですよね。もう一度よろしいでしょうか。千鳥の千鳥、千鳥の大悟、千鳥のディエゴ、大悟だ、ディ、立ちつてと、立ちつてと、た、ディ、だ、ディ、ディじゃない、だ、ディ、大悟。ディエゴ。どうした。千鳥のディエゴ。何回言うねん。ダやい。ディ。ディじゃないの。ディじゃないの。ダ。ディ。タにてんてん。ディ。タ。タ。そう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 。タ。ディ。いやいや
T じゃないの、いや、D、ないよ、帰るよ。そうなんですけれども、うん、ちょっとあの、こちらも仕事ですんで、うん、それ分かります、こっからね、できないもんね、はい、じゃあちょっと電話で聞くかなんかしてくれんと。そうですね、ちょっと確認させていただいて、うん、よろしいですか、申し訳ございません、今、千鳥のディエゴさんっていらっしゃってるんですけれども ないよね。そうですね、確認が取れないですね、はい、すみません、申し訳ございませんが、はい、ディエゴっていう形ではちょっとディエゴではないんやろうけど、はい、すみません、失礼だけお名前だけお願いします。第5ディエゴ、なんか、なんなんこれ、すっごいな、ダやから、もうディエゴって言うの、ディですからって言うの、ね、いや、ディじゃない、ダイ、はいはい、あー、申し訳ございません、いいよ、はい、失礼いたしました、はい、はい、ありがとうございます、あ、はい、ディエゴさんです、はい、ありがとうございました。というわけで、ダイゴさんはチャンスの時間、フルで見られるのはアベマだけらしいな、プレミア会員な、今まで配信してきたチャンスの時間の名作を見られるらしいね、見られたくないけどね、この動画の続きはここをクリック。